はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋ドットコムの石山です。ピアノ教室応援コーチ星野陽子です。はい、はい、FM の収録が終わりましたね。終わりました。先生わざわざ東京からスタジオまで駆けつけていただきまして、はい、いや楽しい一日でした。ありがとうございます。もうね、先生に会いたくて会いたくてもうネットで動画見てて、もう先生どうやったら会えるやろ、あ、ゲストに出てもうたらええわと思ってね、今回来ていただきました。タイミングよく合わせていただきました。いかがでしたか？あ、もう楽しかったです、はい、なんかでも大丈夫だったかなとか思いながら、ラジオの初出演とは思えないぐらいもうめちゃくちゃ上手に話しありましたよ。いやいや、ちょっと喋りすぎちゃった。面白い内容がね、もう先生からも音楽大好きっていうのがもう溢れ出てましたね。もうね、で先生があのミーハーへのも分かりましたし、ね、やばい、バスケットの話どんだけミーハーなんだみたいな。いやいや、素晴らしい。で、まあ、あのコーチングのねお仕事もね、はい、本当にいろんなその日本全国のピアノ先生方の悩みを解決していったり、まあ、トレーニングをされているということでね、そんな話もいっぱいこの今回の放送では聞けると思います、はい、先生メッセージと。はい、ピアノ教室応援コーチ星野陽子です。今日は石山社長の有名なこのラジオ番組に出演させていただき、もうテンション上がりまくりでですね、何を喋ったかあんまり覚えてないんですけども、あのでも何か楽しいあの話ができたかななんて思うので、ぜひよかったら聞いてみてください。はい、インターネットだと日本全国世界で聞けますのでね、サイマルラジオというところに合わせていただくと聞けますのでね、はい、ぜひ皆さん先生の放送を聞いてくださいね。ありがとうございます。はい、それでは、はい、放送お楽しみに。はい、お楽しみに。はい、さよなら。